この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみエンドガチスポで勝ち抜き助っ人初参戦の正重。今回の実戦台は CR 巨人の星情熱の炎、初当たり確率およそ318/1のミドルタイプだ。ルールはシンプルに、実戦終了時点で最終出玉数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第ではスレンダーナイスバディの無夫婦女優若月マリアちゃんがセクシーショットを視聴者プレゼント。こりゃ魚拓兄貴勝つしかないですぜ。放送100回を超えて気持ちも新たに再スタートを切った2人。さあ来た来た来た、あー信玄変わった変わった変わった、信玄変わった、熱い当たるかも、これはもらったの。嘘だろうな、嘘だ。こっちが嘘だろうな展開に、両者当たりなしの大苦戦状態。当たらなかった。さあ乳首が長いあなた見てますか。後半戦の後半戦スタートです。餃子マジかよ、バケモンだなあいつ。わあ汚い、ちょめっちゃ悪い。どうしたっていうか、俺この番組だとこんな感じ、いつも最近。そうなんですか。流れを変えてほしい。じゃあもう一回チャレンジしますか。します。いきますか。します。ずいぶんご機嫌じゃねえかお前。当てろ。